When you can't find the light to get you through cloudy day. アロハビッグアイランド在住の時間がやってまいりました。お相手は私ヒロとハワイ島在住ブルースミュージシャントミーさんです。トミーさんこんにちは。はい、こんにちは。アロハ everybody。はい、先週ですね50回を迎えて今回51回目ということでちょっと気持ち新たに、行きたいもんですね。はいはい。さて先週ですね、ルルちゃんのフラダンスのイベントをちょっと紹介してたんですけども、今日はその続きということでフラダンスのチームが踊った後の、そうですね、ミュージックみんなでね、あのファミリーメンバーのプロのミュージシャンの人たちが歌い出して、はい、それに合わせてですね、このもうリタイアって変ですけど、結構年配のもうみんながアンティーアンティーって呼んでいるおばさんってこう年配のこの3人のもう本当に熟練のフラダンサーがパッとこう出てきて踊ってね、これはもうだから普通の私服着てるじゃないですか、普通に。そうですね、うん、それでこうババッともうここで終わってるんだ、めちゃくちゃうまいですけどね。素晴らしいダンス。皆さん後からこう出てきて同じように踊るんですけど、あれはもう飛び入りで、じゃあみんなでこう踊りたい人もこっち来て踊ろうよみたいな感じですね。でルルも誘われたけど全然こう度胸がなくて恥ずかしがって出れなかったそうなんですね、はい、で今ファミリーメンバーが歌ってますけどって簡単に言いましたけど、このファミリーメンバーっていうのがまたすごいリムファミリーって言ってもハワイ島じゃ知らない人いないような感じで、長男のソニー・リムさんなんかグラミー賞を受賞したスラックギタープレイヤーで、今なんとね日本に向かって飛んでる最中か日本に到着したぐらいじゃないですかね。いつものファミリーで日本にもちょくちょく年に数回は必ず行ってるんですよ。そうです。僕の日本ツアー6月にも彼ら行ってて、もし休みだったらもしかしたら東京か横浜のライブに遊びに行くかもしんないよなんて言ってくれてたんですけどね。くれてる。ちなみに今歌ってる女性の方っていうのも娘さんですね。ここの娘さんですか、うん、彼女の歌声なんかいつもハワイミュージック、ハワイアンミュージックのラジオステーションでいつも流れてますよ。へえ、なんかそういう方々がね、なんかこうファミリーイベントでやってるっていうのがすごいですね。この前僕のフェイスブックに載せてて、朝サーフィンに行ったらたまたまこのソニーとばったり会って、ソニーはなんと素潜りでタコって、ね、タコ？タコを素潜りで取っててね、タコとかいた、で僕はサーフィンに行って、で浜でばったり会って30分ぐらい井戸端会議みたいに喋ってたんですよね。でこちらにですね、こう普通に皆さんこう出てきて同じ振りでっていうか踊ってますけど、これはやっぱりこう決まったこう振りがあるわけですか。これはやっぱここの、チームの踊りじゃないでしょうかね。でもまあ本当にこうやってね、いきなりみんな出てきてすごいクオリティ、僕らが見てもすごいクオリティ高いなっていう形で踊れるわけですから、すごいですよね。本当に本物ですからね。あ、今こう後ろに参加したその黒いちょっと柄の入ったスカート入ってる、うん、彼女はフワさんつって、僕が毎週木曜日ハゴスオンザロックスで僕が歌って彼女がフラ踊る、まあ僕の仕事のパートナーからなんですけど、昨日も一緒にやったとこですよ。そうなんですね、うん、そしてですね後半のところですね、そうなのケアも。はい、そしてですね後半のところでですね、また今度はですね皆さんすごい人数で踊ってますけども、これも皆さんこうあれですね、みんなでじゃあもうみんなで踊っちゃえよみたいな感じで、それじゃあなんつってね、もうバッと出てきて皆さんと踊ってましたね。これも皆さん OG の方、これ違う、これはもう現役の人もいるし、ダンサーの方もいらっしゃる、大会に出るよ、ダンサーの人もいますよ、まあ、日本でも宴会やった時になんか
変な話、民謡をみんなでこう歌い出したりとかね、はいはい、踊り踊って踊りと一緒にしたら怒られるのかもしれないけど、もうその時はもうパーティーなんで、もう踊りたい人は楽しく踊ろうよみたいな感じですよね、この時。ちなみにトミーさん踊らなかったんですか？トミーさんはあの歌はハワイアンのはこうね、最近歌ってますけど、ここで撮影してたじゃないですか、座って。なるほどね、はい、こういうシーンっていうのも非常に日本ではなかなか見ることができないシーンだと思うんで、今日はねこの後もじっくりと見ていただきたいと思います。こういうふうにですね、今日はですね、日本ではなかなか珍しい、フラのファミリーイベントでのフラダンスというのを、見ていただきましたけどもですね、まあ、これからもね、あのルーちゃんのこういうイベント絡みでですね、フラダンスのシーンなんかもたくさん入れていただければなと思います。はい、では今日はどうもありがとうございました。はい、また頑張っていろんな映像を撮ってきます。